福川真嗣は日本の通産官僚、実業家、通商産業事務次官、株式会社神戸成功所副会長、株式会社、電通総研社長、学校法人東洋大学理事長などを歴任した。2013年5月2日、日英21世紀委員会第30回合同会議の参加者らと東京府出身。父の福川敦史郎は鉄道官僚で、 運輸省鉄道総局総務長官などを務めた。東京都立第8高等学校から慶応義塾大学工学部に進むも転学し、1955年3月に東京大学法学部卒業。大臣官房企画室長、大平正義内閣総理大臣秘書官、貿易局長、通産大臣官房長、産業政策局長を経て、 1986年6月から1988年6月まで事務次官、中曽根内閣からの要請で、1986年4月に起こったチェルノブイリ原子力発電所事故をきっかけに、省内で台頭してきた原発撤退派を排除する使命を担ったとされる。退官後は、1990年に神戸製光副社長、1994年に、 副会長に就任するも同年11月に電通総研社長に移籍。2002年から電通顧問を務めた。非常勤を含む多くの役職を歴任し、ジェットスター・ジャパン株式会社の会長も務めた。2012年から東洋大学理事長に就任。2016年1月に開設したグローバルイノベーション学研究センター長に、 竹中平蔵を国際地域学部国際地域学科教授兼務として迎え入れることに尽力した。2018年12月、東洋大学理事長を退任。その他、公益財団法人、稲森財団副理事長、公益財団法人、東芝国際交流財団副理事長、一般財団法人、NHK インターナショナル評議員などを務める。ありがとうございます。